去エンチャントっていう今のあいつは私に二度と貫かせない防御力を持ちその上攻撃者にダメージ反射する力まで持ってるもう人間じゃないわ化け物よなんださっきと大して変わってないわねそうとも言う最初の時点から勝ち目がないことに何の変化もないわでも効かない そこの部屋の扉封印されてるうんただの施錠だわでもただの部屋よ窓はあるけれどすでに封印されてるわつまり密室私たちの棺桶ってわけ棺桶上等だわ鍵を開けて妬ましいわあんたにしか開けられないなってキリエは自分で自分の棺桶の蓋を閉じただけよでもね棺桶の中で私たちにとどめを食らわせたかったら蓋を開けなければならない、うん、何を言ってんのその小さな部屋がどうしておばさんを守ってくれるか確かにこの部屋は密室だわ私たちの体温はないでもね、あなただってこの部屋には侵入できないのそれが密室というもの何を言っているそんなちっぽけな部屋もこんなちっぽけな扉一枚でどうして私から逃れたつもりにしてやるできるなら、ね、やってごらんなさいキリエさよならキリエおばさんするのよ、あなたに嫉妬私は恋に対する甘えと傲慢から18年嫉妬の地獄を這ったわだからあなたが妬ましいのあなたは私の忠告を受けて恋を成就させて美しい人生を歩むのじゃねふっああ妬ましいわ女の一番美しい時間あなたは私よりも18年も長く過ごせた。ああ、妬ましい。
速度フル瞬発フル音速フル無駄よお嬢ちゃん砕けろ分かる？あなた恋も嫉妬も足りないわ。ね、この部屋は密室でしょ。ジェシカちゃんはせいぜいノックをすることはできるけど、中の私たちには指一本触れることはできない。ベアトリーチェの密室邸です。何それ。こうなるとこの密室ちと厄介ですが、密室殺人を行うのは人間には不可能。それが行えるのは魔法だけです。ジェシカ様が真に魔法を理解されない限り打ち破れます。もはやジェシカちゃんに私を詰めることはできない。やがて時間は進み、私がいつまでも戻らないことに気づいた親族たちが屋敷を探し始める。そしてあなたは観測され、魔女も魔法も観測されたら消える。悪夢の時間はもう終わりよ、お嬢ちゃん。おや？ジェシカがいきなり脱落なんてびっくりだよ。ああ、どうか頑張って、愛しのカノンのためにも。さあジェシカ、愛を信じてどうか奇跡を見せておくれ。訂正するの？時間の経過を待つ必要さえ。だってここに内線電話もあるんだ。もちろん断線なくしてたわ。私はこの受話器を、これが私のチェックメイト。構築完了。密室殺人。おや、有効ですな。浸透不要、打撃伝達、間接攻撃力不要。
そんなに嫉妬の地獄が恋しいの？焼かれてる。嫉妬の炎で永遠に嫉妬から学ぶものもあるだろうぜ。だがそれは誇るもんじゃねえし義務でもねえ。やっぱりあんた奢ってたぜ、キリエおばさん。お見事な密室殺人ですな。後片付けを頼むぜ。やがて見つかる遺体が黒焦げじゃあまりに申し訳がない。綺麗にしてやってくれるか。かしこまりました、お嬢様。悪魔ども、これでいいんだろう。ええ、お見事です、ジェシカ。あなたの愛も本物だ。ゲーム版の上の話じゃないか。そこまで悲しむことじゃない。理屈じゃ分かってる。でもだからって心の整理がつくわけがねえだろう。お嬢様、カノン君、私君のことが好き、諦められないよ。だから示したよ、私の気持ち。私間違ってないよね、間違ってないよね。何も間違ってないさ、君は。そして人の心を残し苦しむことも間違ってない。僕はそういうことに対し少し君よりストイックだっただけの話さ。誰もがジョージ様の境地に至れるわけではありません。しかしどうあれ、お嬢様はとにもかくにも試練を成し遂げられた。お見事です。その決意の強さ、敬服します。うん、そういうことであるな。ジョージもジェシカも見事やり遂げたことは同じだ。あっぱれであったぞ、ジェシカ。今の密室殺人、魔女のわらわも見惚れる、なかなかのものであった。次は誰が挑戦を？ベアトリーチ様かしら？いやいや、シャノンかもしれないよ。うん、ここはカノンの出番に違いないわ。さあ、名乗り出てほしい。次は誰？誰が試練を？魔女がゲーム版の殺人に臆してどうするというのか。臆っても過ぎれば恋を殺すぞ。さあ、次は誰が恋の殺人を？